皆様おはようございます。改めまして、この度の令和2年7月豪雨によりお亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。総務省としての現在の主な対応状況をご報告いたします。現在、総務省からは12名、消防庁からは7名の職員を現地に派遣しております。被災地では地元消防による懸命の活動が続いているほか、緊急消防援助隊などの活動によりこれまでに計334名の方々を救助いたしております。引き続き人命救助活動や孤立地域の状況の把握に力を尽くしてまいります。また自治体職員の応援派遣につきましては、対抗支援団体として熊本県の被災7市町村に対し九州中国ブロックの10県市から派遣することを決定しており、昨日9日時点で3市村において19名の職員が避難所運営や罹災証明書交付業務の支援を行っております。本日以降他の被災市町村においても順次活動を開始する予定でございます。また熊本県の被災8市町村に対し九州中国ブロックの9県市から総括支援チームが派遣され、家屋調査の体制構築や避難所運営方法についての助言などを行っていただいております。今回の災害により多大な被害を受けた地方公共団体のうち、7日火曜日までにご要望のありました3県内20市町村に対して当面の資金繰りを円滑にするため、9月に定例交付すべき普通交付税の一部145億4600万円を本日繰り上げて交付することといたしました。で、今回の繰り上げ交付は7日までに災害救助法の適用を受けた団体を対象としておりますが、その後に適用を受けた団体についても現在市町村のご要望を取りまとめており、来週に交付決定すべく所要の手続きを進めてまいります。被災団体の実情を丁寧にお伺いしながら、その財政運営に支障が出ないように取り組みをしてまいります。また通信関係につきましては早期の復旧に向けて、携帯電話については車載型基地局の増強など、また固定電話につきましては通信ビルの回復や光ファイバー中継ケーブル敷設など通信事業者などと連携して通信の確保にしっかりと取り組んでまいります。携帯電話不正利用防止法では携帯電話事業者などに対し契約の相手方の本人確認を義務付けております。しかし被災者が本人確認書類を送付しておられる場合が想定されます。このような場合に携帯電話の契約が行うことができるよう本日省令を改正し、本年7月10日から半年間本人確認方法に関する特例を設けることといたしました。引き続き全力で取り組んでまいります。それから特別定額給付金の給付状況についてすでに全市区町村で給付が開始されておりますが、各団体からいただいた報告によりますと7月8日までに給付済みの全国の金額の合計は約 10.87 兆円、給付済みの世帯数は約4914万世帯となります。それぞれ金額では国の予算額の 85.4%、総世帯数の 84.0% に当たり、いずれも全体の8割を超えるものとなっております。着実に給付は進んでおります。給付の実施主体として多大なご尽力をいただいております各市区町村の首長および職員の皆様に改めて深く感謝を申し上げます。先般も申し上げましたが、この特別定額給付金ですが、
まだ申請書を提出されていない住民の方々におかれましては、できるだけ早く、申請書を、返送していただきたいと存じます。これは郵送申請開始日から3ヶ月という、申請期限が、ございますので、これはできるだけ早く、お戻しいただけたらと思っております。私から冒頭以上でございます。幹事社から一問お伺いします。このほど経済修正諮問会議で示された骨太の方針原案に今後1年間の社会全体のデジタル化を集中期間と位置づけて進めるということを明記されました。マイナンバー制度の抜本改善についても示されておりますけれども、デジタル基盤の標準化も合わせて大臣の受け止めと今後の課題についてお願いします。はい、8日に開催されました経済財政諮問会議において、経済財政運営と改革の基本方針2020、まだ仮称でございますけれども、この原案が、示されました。でその中でマイナンバー制度の抜本的改善が掲げられ、関係府省庁と連携し年内に工程を具体化すると、されております。マイナンバー制度の抜本的改善につきましては、6月30日に開催された、マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループにおいて、合計33項目の、検討課題が取りまとめられました。その中では、緊急時におけるより迅速、確実な政府サービスの供給の実現、に加えまして、今後5年間集中的にマイナンバー制度を基盤としてデータ、AI を最大限利活用できるシステムへの変革に取り組むことが重要であると、されております。で、今後工程表を、作成する中でワーキンググループにおける有識者からのご意見も伺いながらしっかりと検討を進めます。国と地方公共団体が協力して住民目線に立ったマイナンバー制度やマイナンバーカードの利便性向上が図られる取り組みにつなげていただき、いきたいと考えております。でまた地方公共団体の情報システムの標準化についてでございますが、国の主導的な支援により推進を図ることと、しておりますが、先月取りまとめていただきました地方制度調査会答申におきましては、基幹系システムについて法令に根拠を持つ標準を設け、地方公共団体は原則として、当該標準にのっとったシステムを利用すべき、旨が盛り込まれました。関係府省庁と連携しながら法制上の措置も、含めた、検討を行ってまいりたいと考えております。ありがとうございました。拍手をお願いします。すみません、共同通信の早田といいます。豪雨の関連でお伺いします。冒頭にも ご説明ありましたが、被災地で通信障害が起きていますが、政府 その復旧に向けた取り組み状況と今後の復旧見通しなどありましたらお考えを聞かせてください。はい、今回の豪雨災害におきまして、熊本県、大分県及び岐阜県などにおきまして通信障害が発生しています。で被災地における通信環境の復旧というのは、被災された方々の日常生活にとって極めて重要な課題でございます。現在総務省は通信事業者と連携しながら早期復旧に努めております。で特に深刻な通信障害が発生している熊本県の八代市や、芦北町におきましては、携帯電話サービスについて事業者の皆様にお願いをさせていただき、車載型基地局などによる応急復旧を進めております。でまた固定電話につきましては、人吉市におきまして NTT 西日本の回線設備の工事を、行い、人吉市役所の代表電話も利用可能に、なりました。通信環境が大幅に改善された例もございます。一方で芦北町のように甚大な被害のために立ち入りが困難であったものの、 NTT 西日本による光ファイバー中継ケーブル敷設作業がすでに始められているという例もございます。
まあ、このほか大分県や岐阜県などにおいても通信障害が出ております。で、総務省から災害時テレコム支援チームとして職員を派遣するなど機動的な対応を図っている最中でございます。熊本県を含む各地において現在発生している通信障害については、総務省としては被災自治体や通信事業者の皆様と、しっかりと連携をさせていただき、一日も早い、通信の復旧に向けて取り組みを進めてまいります。楽天モバイルについてお伺いします。対応する周波数を変更した件に関しては電波法に基づく報告から、約1ヶ月経ちますけれども、改めて今後の対処方針についてお聞かせください。はい、楽天モバイル株式会社が現在販売しているスマートフォンの一部につきまして、対応する、この周波数を変更した件に関して、総務省は6月12日に同社に対して電波法に基づく報告を求めました。で、6月26日に、提出を受けた報告書において判明した事実でございますが、法令遵守や、利用者利益保護の観点から問題があると考えております。総務省は本日同社に対して文書による指導を行うこととしております。その内容につきましては、午後に公表をさせていただきます。もう一問恐縮ですが、先ほど GPIF が昨年度の公的年金の積立金の運用が大幅な赤字になったことを発表されたんですけれども、地方公務員共済の方の運用も結構赤字が出ているというふうに伺っているんですが、大臣のご見解をお願いします。はい、地共済につきましては、運用利回りを表す収益率がマイナス 4.81%、運用収入額を表す収益額がマイナス1兆138億円となっております。平成27年10月の、被用者年金一元化以降初めてのマイナス収益となりました。で、その要因につきましては、やはりこの年度末にかけて新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による景気や企業業績への懸念の高まりといったことを背景に、内外株式市場が悪化したことなどによると承知をしております。なお、地共済の平成13年度以降の19年間における累積収益額は約18兆5000億円となっております。昨年度の実績によって、年金財政上の問題が生じる恐れもなく、年金受給額に影響を与えることも、ないと考えております。で、もっとより年金積立金については長期的な観点から運用を行っていくということが重要でございます。短期的な動向に過度にとらわれることなく、長期的な観点から安全かつ効率的に運用を進めていくべきものだと考えております。新聞の広瀬と申します。発信者情報の在り方研究会について伺いたいんですが、本日10時からの研究会で中間取りまとめ案が公表されました。これまでの議論を踏まえた大臣の取りまとめ案への受け止めと、あと新たな裁判手続きに関しては一部有識者から慎重な意見も出ていますが、今後の対応方針について教えてください。はい、前回の会合では発信者情報の追加や新たな裁判手続きの創設など、各課題について論点整理の議論を行っていただきました。で、より迅速で効果的な被害者救済の実現に向けて、本日の会合でも議論を深めていただき、中間取りまとめの案をお示しいただいた上で、速やかに意見募集を開始させていただきます。総務省としましては、この中間取りまとめを踏まえ、また意見募集の内容もよく見ながらではございますが、できるものから速やかに必要な制度改正を行ってまいります。よろしいですか。はい、
じゃあこれで終わります。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。